どうも、たくあんぼいです。本日は70日目でございます。早速メイクやっていきたいと思います。でですね、今日はですね、新しいアイライナーなんですけども、リキッドアイライナーといって、こちらね、先が筆になってるタイプなんですけど、これは非常に難易度が高いんですよ。今まではね、ペンシルタイプだったので、描きやすかったんですけど、こちらはもっとね、細くて、難しくなってくるわけですよ。要するに鉛筆書きから万年筆に変わったみたいな感じですね。早速やってみたいと思います。難しいね、やっぱりめちゃめちゃむずいです。このね、まつげの間を埋めていくんですけど、これ塗り方合ってる？はい、ということで今日はね、こんな感じでございまして、リキッドアイライナーを買って、使ってみたんですけど、めちゃくちゃ難しいですね、使い方が。なんかすごい塗り方が難しかったんで、ちょっともうちょい勉強しないとだなってところですね。なんか、何これって感じです。こういうキャラクターいますよね。あれだ、もののけ姫のキャラクターでこんな感じの人いなかった。難しいね。これちょんと上がってたらいいと思ったんですけど、なんか角度も悪かったんかな。ちょっとうまいこと練習していきたいと思います。ということで残り1ヶ月ですね、頑張っていきたいと思います。シェイシェイついてに恋ダンス、よいしょ。